これでストーリー5回。はいはいはい、もうストーリー5回は聞き飽きましたね。もうネタにならないです。今になってはあの時に怪我してよかったかなと注目度も上がりましたし、僕のなんか未知数な感じが逆にいいです。抜けましたね人が。あの時の悔しさって今やってるんで、自分の中ではやっぱ強くなってるっていう実感がすごくあるし、全部感覚でやってるんで、試合の時はさらに研ぎ澄まされますね。単純にいい経験やったし、そこで掴めなかったっていうのも今となってはもちろん悔しいです。フェザーはね、ずっと横田選手がね、君臨してたんで強いなと思って見てましたけど、まあ、でも俺やったら引きずり下ろせるんちゃうかなって思いますね。いかないですね。一本 KO しっかり力の差を見せつけたいかなって思っています。多分相当差はあると思う。総合格闘技で差を、はい、見せたのかな。自分はもらわずに強いなってる。まあ一番理想な形ですよね。まあグラップリングレスリングにおいても多分僕の方が上だと思っているんで、まあ、どのポジションでも勝てる自信はあります。たとえ判定になっても圧倒してるだろうし、まあ決まるならやっぱり KO でしょ。ちょっとやったりする、はい。